今日の晩ご飯の材料は大根、これの半分ぐらいと、と人参と、きゅうりが2本ぐらいかな、万能ネギが半分ぐらい、それと、そばの乾麺。これがどれぐらい使うだろう。は、なんか減ったよ。前 800g だった気がしたんだけど、640g になってる。なんだ。それと、簡単に天かす。これで作っていきたいと思います。食べよう。水を切っておきまーす。ネギ、あとやることないんだけど。ああ、そば茹でて終わりだね。ちょっと、タンパク質追加。卵、3つ追加します。お湯を沸かして、ちょっと酢入れて。かな。これやったことないで、温泉卵作るより早いかなと思ったんだけど、下手くそですね。なんかくるくる混ぜたらできるらしいと思った。みんなバラバラになっちゃう。ないや。なんか違う。まあ、いいや。味は一緒やで。なんかな。よ。天かす。なのか。はい、できた。今日の晩ご飯はそばサラダでした。多分余ったやつはおかわりでなくなるでしょう。